カバチ新しい島では、火山噴火、侵食、氷河誘拐などによって、20世紀から21世紀初頭、現在までに作られた島について記述する。スルツイ島アイスランドの南の大西洋上に位置する小島、スルツイ島は有名な火山島の一つである。この島は、1963年に、初めて海面から姿を現し、1965年には、生物学における、 繊維の研究のため、自然保護区に指定された。植物、昆虫、鳥類、アザラシなどがこの時以降に生息するようになっている。アナククラカタウは1930年に出現した。島はしばしば噴火が発生するが、広い熱帯雨林が形成されている。また、昆虫、鳥類、ネズミ、オオトカゲなど、多種多様な野生動物が生息している。 ウーナトーク×トークウーナトーク×トークはグリーンランドの東海岸沖にある島で2002年から2005年の間に地球温暖化による氷河交代により本土から分離して姿を現した2009年2月と3月には活発な爆発により南西太平洋にあるトンガの島フンガハーパイ島沖で新しい島が形成されたしかし 活動が終了するまでに、この新しい陸地は、噴んがパイ島とつながった。2009年当時の島の大きさは幅1キロメートル、長さ2キロメートル程度であったが、2017年現在は、侵食の進行が確認されており、近い将来には消滅するものと見られている。地震島2013年9月24日には、マグニチュード7.8を記録して、南。 南西パキスタンを襲ったバローチスターン地震の結果、地震島がグアーダルの海岸沖に出現した。なお、2016年末には、破植により水没している。夏季は20世紀と21世紀の間に、新しい火山島となった著名な海底火山の一覧である。ほとんどは波浪による侵食を受け、短期間で海没している。このため、穴くククカタう。 スルツイ島、西の島ニにイ島、ホームリーフのみが、島として残っている。ありがとうございます。